新党政治連盟は日本の国民運動団体。略称名は新生連。神社会を母体として1969年に結成された神社本庁の関係団体である。神社会を中心に構成される政治団体で世界に誇る日本の伝統や文化を後世に正しく伝えることを活動目的としている。すべての都道府県に本部を持ち、 東京都渋谷区代々木に中央本部を置く。所在地は神社本庁と同一である。1969年11月の新党政治連盟規約第市条によれば、連盟は事業として公領の実現に向けて政治に関する諸問題の研究調査並びに、啓蒙普及、機関紙及び書印刷物の発行、講演会の開催、選挙を通じて、 議員を国会その他に送ることを行う。具体的な活動として各種フォーラムのほか機関誌、異などの冊子を発行している。会員は公領に賛同し会費を納める満20歳以上の者及び法人から構成される。また新政連の趣旨に賛同する日本の国会議員からなる議員連盟として新党政治連盟国会議員懇談会が存在する。 1966年に行われた神社審議会の答申の後、1968年の新党政治連盟準備委員会規則案では、新職の議員を参議院に送り込むことが謳われたが、1970年の推薦の基準では、当分の間独自の候補を立てず、従来の神社関係議員を中心に推薦応援するとされ、既存政党の議員や、 候補者を推薦する傾向にあった。結成当時は政治団体だったが、改正政治資金規正法との兼ね合いで1995年に政治団体としては解散し、以後は任意団体。1997年に発足した超国家主義、極右主義団体、日本会議との密接な関係が指摘されている。これまでにも新政連の元会長である、 つ津美古いのち神社名誉宮事、長曽我部信明をはじめとする神社本庁関係者らが日本会議でも役員を務めており、神社本庁は日本会議の中核構成メンバーの一つとの見方がある。このほか、新生連、日本会議の双方に国会議員懇談会があり、参加議員の重複も多い。新生連も日本会議も目指す、国家像は重複し、復古的、 右翼的な主張を繰り返す。ただし、新政連が選挙応援団体に止まっているのに対し、日本会議は明確な右翼イデオロギーを掲げた国民運動団体であるとする意見もある。日本に誇りと自信を取り戻すため様々な問題に取り組んでいますという言葉を公式サイトに掲げ、以下の主張と活動を行う。設立時の考慮は以下の5項目。新政連は 国政選挙において、これまで複数の候補者を推薦、応援してきた。2005年の推薦者の基準として以下を挙げた。下記の候補者を国会議員選挙で推薦、応援した。ありがとうございます。